このアグラフという部品ですね。こちらですね。10円玉を1枚磨いてみました。オスカー・ピーターソンの。こんにちは、ピアノ調律師のカッチョです。今日の動画ですね、このグランドピアノ の解体するところをショート動画に撮って出してきたんですけども、ちょっとショート動画じゃなくて、まあ、普通の動画で、次の作業を、掲載していこうと思います。で、次の作業がですね、このアグラフという部品ですね。ピント合わないかな。ピント合わないですね。はい、このアグラフという部品を、まあ、きれいに磨く作業です。今こういうふうに、みんな錆びてて、まあ、古い10円玉みたいになってるんですけど、これを、ピカピカにしていくと。そこに便乗して、お見せしてもいまいち説得力ないかもしれないですけど、こういう金属パーツですとか、金属パーツを、きれいにする作業ということで、やっていきたいと思います。
とりあえず、磨く作業が終わりました。もうとにかく真鍮とか磨いてると、とにかく熱くて、熱いっていうのは、真鍮の熱伝導率がすごいから、ほんと火傷しそうな熱さになるんですよね。それで、軍手をつけて、それから、まあ、手が汚れないようにっていうんで、ゴム手袋するんですけど、おぉ。よいしょ。めちゃくちゃふやけます。汗で。よいしょ。よいしょ。いやー、大変だった。もう、とにかくすすが、ほこりがすごくて、このマスクしてても鼻の穴の中まで真っ黒になるんですよ。大変なんで、結構防護はバッチリやっています。で、磨いた部品が、こちらですね。このアグラフという部品を、このグランドピアノの、まあ、こういうところに、まあ、一個一個設置していくんですけども、そして、この、これは、なんて言うんでしたっけ、アリコートだ、アリコートっていう部品ですね。はい、それはここに、こっちも。で、この後、ここに設置していく作業になります。あと、ちなみになんですけども、10円玉を1枚磨いてみました。これ、平成25年の10円玉ですね。はい。まあ、研磨剤を使って磨くと、まあ、このぐらい綺麗になるっていうことですね。逆にこんな10円玉を持ってって支払おうもんなら怪しまれそうですね。
フという部品ですね、ここにあるこの金色の真鍮のパーツなんですけども、外して磨いて戻すということで一部始終を動画に簡単にですけどもやってみました。はい、まあ、ちょっとね、外して磨くって戻すっていう結構遠回りしてるやり方ではあるんですけども、もっと簡単なやり方あるよっていうふうに教えてくださった方とかいて、それもいいなとも思ったんですけど、ちょっと僕のこの工房の設備的にちょっとこのやり方しかできないんで、ちょっと遠回りしてるんですけれども、こんな作業の仕方をしています。やっぱりね、真鍮パーツ、金属パーツがピカピカだと気持ちがいいので、こっちの方のアリコートとかなんかもそうなんですけども、はい、ちょっと手間がかかるんですけども、一個一個磨くっていうのをやっています。それから、このアグラフ自体が、消耗品っていう捉え方をしてらっしゃる方もいて、まあ、交換するっていう、全部交換っていう話も聞いたこともあって、まあ、それも確かにそう、なるほどなとは思うんですけども、僕はこれについては、まあ、交換しない派ですね。はい。あと、一つの僕の考え方なんですけども、この真鍮パーツがですね、古いものほど、錆びにくいっていうんですか、変色しにくい傾向にあるなっていう、僕の経験上ですよ。前も紹介したヴィンテージピアノとかなんかの真鍮パーツの方が輝きが長持ちするっていうふうに僕は感じていて、だからその方がいいのかな、古いのままでもいいのかなっていうふうに感じていて、交換しないっていうのもまあ理由の一つとしてありますね。はい。で、あとですね、ちょっとこれをご紹介したかったんですけども、これオスカー・ピーターソンのライブアルバム DVD です。映像です。で、ナイト・イン・ビエナということでですね、これはまあ、ジャズのライブなんですけども、オスカー・ピーターソンがベーゼンドルファーの100周年記念だったかなのコンサートに出演した DVD なんですね。で、その特典映像としてここに、ベーゼンドルファーメイキングオブザワールズグレイテストインストゥルメントって、ここ確か英語版だったような気がするんだよな、この映像なんですけど、そのベーゼンドルファーのメイキングが見れる DVD なんですよ。ひょっとしたら YouTube なんかにも出回ってるかもしれないですね、今は動画が。で、そのメイキングが載ってて、このアグラフを取り付けるっていうシーンがあるんですけど、ベーゼンドルファーはなんかレーザーを当ててですね、正しい角度を出すっていうようなやり方をしてましたね。さすがだな、世界のピアノメーカーは違うなと思うんですけども、僕なんかはもう超原始的で、こう糸を引っ張ってですね、垂直を取るっていうようなやり方をしてるんですけども、はい、まあいろんなやり方があるなということで勉強になりました。はい、ということでですね、まあ、磨くパーツ磨いて、だんだん組み上げていっているので、今度は弦を張るための準備っていうので進めていくんですけども、まあまたできる範囲でその作業内容をご紹介できればというふうに思っておりますので、面白いなと思ってくださったらチャンネル登録をしていただいて、グッドボタンを押していただいて、いただければというふうに思っております。ということで、ご覧いただきましてどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。あ、そうそう、あとここまでできてるんですけど、その前の修理内容なんかも再生リストにしてありますので、再生リストで順を追って見ていくことができます。前は1分間に収めるショート動画で投稿したんですけども、ちょっと編集が大変なので、もうちょっと長い動画でやっていくんですけども、チャプター割りとかして見やすくできる限りやりたいなと思ってますので、またご覧いただければというふうに思います。はい、前のものも何でしたっけ、ショート動画で、再生リストになってますので、そちらの方もよろしければご覧ください。はい、それではご覧いただきましてどうもありがとうございました。